皆さんこんにちは。霊夢よ、マリサだぜ。さくらです。今回もフォートナイト、やっていきましょう。さて、今回はまずプレザントパークに降りたわね。いつも通り物資集めしていきましょう。さくらは最近、このチームランブルではプレザントパークによく降りるよな。そうですね。慣れたというか、ここだと物資集めがしやすいです。さて、範囲に行くわよ。今はルートレイクが範囲に入ってるみたいだな。すでに敵さんが見えるわ。これは警戒していきましょう。早速スコープ付きアサルトで狙っていくぜ。やっぱり動いていると当てづらいですね。うわわ、近くから狙われていたわ。体力が一気に削られたんだぜ。やばい、これはどうしよう。ふう、よかった。ヘッショが入ったわね。とりあえずこの辺りで回復しましょうか。って、もう一人いるみたいだぜ。これでよし。回復の途中だったな。今度こそ回復するぜ。まだ小さいけど、グライダーの音が聞こえるわね。敵が来てるぜ。よし。なかなか気が抜けないな。まあ、これがチームランブルね。って、また敵さんよ。当たらない。近くに味方さんがいてよかったわね。一緒に戦ってくれたんだぜ。よし。また一気に体力が削られちゃったな。でも、これで4キルね。まだ戦ってる音が聞こえるけど、とりあえず今は回復しましょう。さて、さらに範囲が狭くなるみたいなので移動しましょうか。とりあえず、持ち物を武器で埋めていくぜ。上の方に敵さんね。早速ミニガン。ありゃー、やられちゃったな。やっぱり上から狙われるのは不利ですね。というわけで、上の方に来たわね。スコープ付きアサルトで狙っていくぜ。よし。グライダーの音がちょっとずつ大きくなってきたぜ。警戒していくわ。どこにいるか確認しないと。そこだぜ。倒したわね。さて、こまめに回復しないと。あの建築に敵がたくさんいそうですね。一人倒したわ。もう一人狙っていくぜ。これはちょっと警戒されてるっぽい。さて、場所を変えましょうか。ロープウェイでさらに高い場所に行くわ。敵を狙っていくぜ。よし、この階段を登っていくわ。そこに敵がいるぜ。よし。この辺りが相手チームに占領されてるみたいですね。狙っていくぜ。ありゃあ、敵さんが多いわね。さて、もう一度来ました。味方さんも来てくれてるみたいだぜ。得点もあと少し、ラストスパートよ。頑張るぞ。よし、これで13キルだぜ。まだまだ行くぞ。やったー、試合終了。味方さん GG です。今回は15キルできたわね。残り体力は2。最後の最後まで戦えて本当に良かったんだぜ。というわけで、今回はここまで。次の動画も見てね。ご視聴ありがとうございました。